おはようございます。やば、声出ない。今日の時間は9時30分です。今日はアラームが鳴るちょっと前に起きちゃって、でカメラを回して二度寝したのですぐ起きれたんですけど、いつも全然起きれないのでめっちゃ既存でつけてます。今日チェックアウトの日で11時に出なきゃいけないんですけど、今日の撮影はメイクもいらないし服も結構何でもいいんで、時間はあと1時間半あります。なんでちょっとダラダラします。やっと目が覚めました。電気をつけます。見てください、ちゃんと毎日つけてるコルセットを朝起きたら取ります。あと下にベルメスも、ベルメス着圧スパッツみたいな入ってます。それも脱ぐ。そしたら下はパンツ。そしたら洗面所に来たんで、とりあえず顔磨きます。ガチの寝起きすぎてやばい。今日はホテルで一人撮ってて、なんかモーニングルーティーンとかないと、やべ、撮れる。ナイトルーティーンとかみたいに前投稿した。撮ってくれる友達とかいないんで、自分で撮影だから、めっちゃリアルすぎるっていうか、雑。帰れます。今回の、滞在期間はホテルは6泊です。6泊泊だった。6泊でした。やっとお家に帰れます。地元帰れる。どうせ後でアイロンを振るんだけど、一旦解く。おさおさだから。 OK。これドンキで買いました。1600円ぐらいした。高い。で、カラコンをつけます。顔は、そしたらカラコンをつけちゃいます。ちょっとは顔がマシになりました。はい、洗面所のシーン終わり。朝の筋トレを、筋トレっていうか、なんかストレッチとかマッサージとかそっち系を朝は30分だけやります。今日の服は、じゃん。今日多分さっき撮影って言ったんですけど、今日はショーのフィッティングみたいなのがあって、で帰るだけなんで、すっぴんと
ただのロンティービッグ T シャツかな。で、行きます。そしたら髪の毛アイロンしてきます。さすがにフィッティングだけなんですけど、髪の毛ボサボサすぎだから、せめてアイロンだけでも。でも割と昨日ちゃんと寝る前ストレートアイロンかけたから、毛洗った結構ちゃんとストレート。多分朝起きた時取れてたけど、夜寝る前髪の毛縛って寝たから、この辺のね跡があるんですよ。てか髪の毛レインボーめっちゃ可愛くないですか。ベースはシルバーかなにして、エクステで細めのカラーエクステをたくさんつけてもらいました。青だけのカラーエクステをメッシュでつけてもらう予定だったんですけど、色のエクステ見せてもらってたらもう全部色可愛すぎて全部つけました。ってことでアイロン終了。ちょっと混んだことない液とか洗面所周り汚いんで。よし、じゃあ出る最終準備してきます。はい、ってことで準備ができました。ちゃんとマスクもして準備万端です。イエーイ。で、今日帰るのでキャリーの中もしっかり準備をして、帰る前にショーのフィッティング行ってきます。じゃあ行ってきます。